東京工科大学は1986年の開学以来、時代を捉えた学びと専門的な研究を行える環境を整え、進化を続けてきました。現在は八王子と蒲田、2つのキャンパスに6つの学部と大学院、研究所を有する理工系総合大学へと発展しました。東京工科大学の教育の柱は実学主義。専門的な知識、スキルはもちろんのこと、国際的な教養や豊かな人間性の養成、ソサエティ 5.0 時代に対応した ICT 教育を全学部において行っています。実学主義の教育を通して身につく力としてラーニングアウトカムズを定め、これら6つの力を備え、社会や技術の変化に柔軟に適応し、末永く活躍できる人材を育成します。さらに学内の片柳研究所に開設されたセラミックス複合材料センターで革新的な工業用材料の開発に取り組むほか、微生物細胞を素材とした環境負荷のない細胞プラスチックスの開発、がん予防・治療の研究などさまざまな最先端分野を追求、人工知能研究会も設置し、全学的に AI 研究を展開しています。2017年からは未来社会を見据えた多彩な取り組みを行う戦略的教育プログラムを開始、ロボット開発による先進的教育プログラムとしてスタートし、その後 NHK 学生ロボコンでベスト4進出を果たすなど、独自のプロジェクトとして発展を続けるロボコンプロジェクトのほか、2021年度からは医療 XR による演習・実習プログラム、AI デジタル設計・新材料活用ものづくり教育プログラム、プロジェクションマッピングを応用した教育プログラムなど、革新的かつ実践的な12種類のプログラムがスタートしています。環境・産業・人間が共存・共栄する持続可能な社会づくりを支えるサステイナブル工学を学ぶことができる工学部。その取り組みは新材料の開発、省エネルギー、資源リサイクル、新しい社会システムの創造など、工学的手法を基盤とする幅広い領域にわたります。また独自のカリキュラムとして、大学と企業が連携して実学と行動力を身につけた学生を育成するコーオプ教育を必修科目として導入、約2ヶ月間の有給の就業経験を行い、実践力と学習意欲、就業力の向上を図ります。工学部の3つの学科、機械工学科、電気電子工学科、応用科学科では、各学科の専門教育にサステイナブル工学、コーオプ教育、そしてグローバルエンジニア教育を関連付けて体系的に学び、専門性と実践力、国際性を身につけた優れた人材を育成します。時代の先を見据えた新しい ICT 教育を実践するコンピューターサイエンス学部は、人工知能専攻と先進情報専攻の2専攻からなり、未来社会に必要とされる創造的エンジニアを育成します。人工知能専攻では、機械学習、ヒューマンインターフェース、認知科学、データサイエンス、ロボティクスの領域と社会との関わりを探求し、 AI を利用した革新的サービスを作り出します。先進情報専攻では、情報セキュリティ、IoT、クラウドを大きな3つの柱と位置づけ、先端 ICT の知識やスキルを習得していきます。東京工科大学は日本で最初にメディア学部を開設。メディア学のパイオニアならではの豊富なノウハウを反映した革新的な教育・研究を展開。アニメ、ゲーム、サウンド、
音響、AI、ソーシャルサービス、広告など、さまざまなメディアに対応した3つのコースを設定し、学生の関心の対象や領域に合わせて専門性の高い内容を学ぶことができます。多彩なメディア基礎技術を確実に習得した上で専門性を高めていく教育により、未来のメディア社会にさまざまな形で貢献できる創造性豊かな人材を育てます。生物、生命の持つさまざまな機能を未来社会に生かすための最先端のバイオテクノロジーを追求する応用生物学部は、生命科学医薬品専攻と食品・化粧品専攻の2専攻を設置しています。生命科学医薬品専攻では、生物が持つ機能を医療や環境保全に生かすための知識・技術として学ぶ生命科学コースと、革新的な医療システムの開発や創薬技術を学ぶ医薬品コースで専門性を追求します。食品・化粧品専攻では、健康を支える機能性食品の開発や品質管理を学ぶ食品コースと、皮膚・毛髪の有効成分や化粧品の開発について学ぶ化粧品コースで、実践的な知識とスキルを習得していきます。デザイン学部では、世の中のさまざまな問題を解決するためのデザインを提案する実践力を培う教育で、多様化する社会のニーズに適応するコミュニケーション能力に富んだ人材を育成します。視覚デザイン専攻には、広告、エディトリアル、イラストレーション、映像などの分野で、物事を視覚的に伝えるデザイン表現を行う視覚伝達デザインコースと、デザインとテクノロジーを活用し、見えない情報を可視化して社会に発信する提案を行う視覚情報デザインコースを設置。一方の工業デザイン専攻では、工業ものづくりデザインコースにおいて先端技術を活用し、将来のライフスタイルをイメージした工業デザインの提案を学習。空間演出デザインコースにおいては、 3D シミュレーション、プロジェクションマッピングなどを取り入れた新しい空間の提案を行っていきます。2021年4月、医療保健学部では、これまでの理学療法学科、作業療法学科、看護学科、臨床工学科、臨床検査学科の5学科体制を一部再編し、さらに言語聴覚学の教育・研究を加えたリハビリテーション学科を設置。これにより、より充実した医療教育・研究体制へと進化しました。国家試験合格後も視野に入れた手厚い医療専門教育、実際の医療現場と同等の国内トップクラスの学内実習施設、数多くの医療機関と連携した多彩で豊富な臨床実習など、自立と協働を実践できる医療専門職を育成する学習環境が整っています。東京工科大学大学院では、学部教育を発展させ、より専門性の高い研究を推進。グローバルに活躍できる研究者の育成とともに、先端的な研究成果の創出を目指します。また、学部を3年半で早期卒業、その後大学院へ進み、1年半で修士号を取得できる学士修士一貫早期修了プログラムも整備しています。広い視野と実践経験を身につけることで、大学院修了後はさらに活躍のフィールドが広がります。今もなお歴史を刻みながら、
成長の歩みを続ける東京工科大学。東京工科大学は、実現したい夢が必ず見つかる将来の見える大学です。